アクティブバイスタンダーとは、アクティブバイスタンダーとは、ハラスメントや差別、暴力などの問題が起こった際に、傍観者としてただ見ているのではなく、状況に応じて積極的に行動し、被害を軽減しようと働きかける人のことを指します。アクティブバイスタンダーの役割は、被害者をサポートする、加害者に働きかける、周囲の人々に問題を認識してもらうなどです。アクティブバイスタンダーが取るべき行動は、状況によって異なりますが、以下のような例が挙げられます。被害者に声をかける、大丈夫かどうか確認する、周囲の人々に助けを求める、加害者に直接注意する、問題を記録する。警察や専門機関に通報するなどです。また、アクティブバイスタンダーになるためのポイントがあります。問題を見過ごすことへの罪悪感を持つ、自分が何かできるかもしれない、という気持ちを持つ、周囲の人々と協力する、自分の安全にも配慮するなどです。実際、アクティブバイスタンダーになるための具体的な方法は、以下の通りです。アクティブバイスタンダーに関する研修を受ける、関連書籍を読む、周囲の人々と問題について話し合う、実際に問題に遭遇した際に、どのように行動するかシミュレーションするなどです。アクティブバイスタンダーは、被害者を助け、問題を解決するために重要な役割を果たします。一人一人がアクティブバイスタンダーになる意識を持つことで、より安全で安心して暮らせる社会を作ることができます。